大立洞窟は山形県東大北間郡高畑町にある縄文時代の洞窟遺跡。1980年6月3日に国の史跡に指定された。本洞窟は蔵王連邦の西山ふもと米沢盆地の東北隅に位置する丘陵中にあり、第三期業界岸からなる山体の風化によって形成されたものである。この丘陵には同様な洞窟や切り立った。 業界岩路頭が多く見られ、神秘的な景観のために、しばしば山岳信仰の対象とされ、また、縄文時代以降、古代、中世の遺物の散布するところも少なくない。本洞窟は南に開港し、間口13メートル、奥行き7メートルの規模を有する。前面のテラスには巨大な業界岩の落下が認められる。 本洞窟の発掘調査は1974年から1977年まで山形県立博物館、山形県教育委員会によって実施され、1976年には縄文時代前期の遺物方眼層が確認され、77年78年には、ほら前面のテラス部分から土器としては、最古の部類に属する隆起船分土器、爪型分土器及びそれに伴う戦闘機が、 発見されている。また、竜気線分土器出土層の堆積度を分析した結果、カラマツ属の花粉の含まれることが確認され、現在よりやや冷涼な気候の植生が付近に広がっていたことも知られた。本洞窟の属する丘陵地域には、日向洞窟、市の沢洞窟など、最古の土器群を出土する洞窟がすでに数箇所知られているが、全国でも数少ないこの時期の、 洞窟集中地域であり、居住者の移動あるいは集団間のつながり方などを理解する上で好条件を備えたものと考えられるため、国の史跡に指定された。ありがとうございます。